今画面に映っているのはヘリコプターから見た昭和基地のある、東ウォングル島全体の写真です。昭和基地は東西に約2キロ、南北に約1キロの範囲に60棟を超す様々な観測施設があります。管理棟というのが南極事業を行った場所です。また、越冬隊の人たちがここで1年間暮らします。その隣に観測棟というのがあるんですが、こちらの建物で、大気中の様々な成分を、観測しています。昭和基地ではですね、北東の風というのが、1年を通じて平均的に吹いております。なぜ観測棟がここにあるかというと、風によってですね、大気中の成分、多少の排気ガスも出ますので、そういったものがですね、風によってこう流されていく。ここで観測すると、一番きれいなですね、空気を観測することができるというわけです。私は昭和基地の二酸化炭素濃度の変化についても授業を行いました。授業では、左側にいらっしゃる55次越冬隊員である増永さんにも出演していただきました。この写真は1月14日の真夜中の写真なんですけども、観測棟の屋上から見た北の空の様子です。ここは文明社会から最も遠く、周囲をぐるりと海に囲まれた南極大陸。この写真には地球上で最も綺麗な空気が写っているということができます。では、そのような昭和基地でどのように二酸化炭素濃度が観測されているのか、次の動画をご覧ください。今日は二酸化炭素濃度をこの1年間測る増永さんに観測棟を案内してもらっています。二酸化炭素濃度はここの建物で測ってるんですか？はい、この建物で、あそこの鉄塔の上から空気を取り入れて、中の分析装置で測ってます。どうぞ、どうぞ。はい、ではよろしくお願いします。これが二酸化炭素の分析装置です。ここに、今の二酸化炭素の計測値が出ています。ですが、この数字と、実際に日本で構成された標準ガスという濃度の決まったガスとの比較をして、現在の CO2 濃度を精密に測定しています。入っていた空気はここに、外から鉄道から出てきた空気がこのラインを通って、分析装置に流れています。分析装置自体はこの装置ですね。この装置 NDIR といって、簡単に言うと赤外線を出して、その赤外線がどれだけその吸収されたかを測っている装置です。二酸化炭素が赤外線を吸収するっていうことそうですですか？ね、二酸化炭素は、ね、赤外線に吸収波長を持ってますので、より吸収量が多けれ当時ばは二酸化炭素は濃度が高くなるという。南極と、北極の二酸化炭素濃度の違いっていうのはどのような違いがあるんですか？これちょっと本当に古いデータなんですが、2008年までのデータなんですが、ここに北極と南極の、観測値の比較があります。赤いのが、北極のデータで、青い線が南極のデータです。で、北極で観測しますと、このようにちょっと振れ幅が大きくて、で、ところどころポツンポツンと値が飛ぶんですね。これその時の経済の影響とか、ちょうど車が多くなった時期というか、多く走った時期が、そういう影響を非常にすぐに反映してしまうんですけど、南極の場合はそういう人間活動とかが、陸地も少ないこともありますし、そういう活動の影響が出ないんで、年間通して平均して小さな振幅で、徐々に、上昇してくるものになります。こういうその変動の少ない、データが取れるっていうのが、南極で観測する、特徴ですね。地球全体で見ればやっぱり、同じように上昇しています。
まあ、北と南と夏と冬でやったんですけど、上下する方向が違うんですけど、夏に上がって冬に下がる。観測塔の中では様々な機械が動いていて、あのように大きな音がずっとしていました。24時間365日、継続的に観測をしています。グラフを見てください。赤い線は北極圏にあるニーオルスンという場所での観測の結果です。北極の大気は二酸化炭素濃度が経済活動や火山活動、植物の影響などを受けやすく、年間の変動幅が非常に大きいのが特徴です。一方、南極の昭和基地のデータを見ると、年間の変動幅が小さいということがわかります。また、どちらも右肩上がりに上昇していることがわかります。では、なぜ南極昭和基地の二酸化炭素濃度はこのように上昇するんでしょうか。北極の大気も赤道を越えて南極までゆっくりと混ざった状態で届いているんですね。ですから、南極のこの二酸化炭素濃度の変化というのは、地球全体での平均的な値、地球環境の現状を教えてくれているというわけです。このグラフは、現在から過去35万年前からの気温の変化、二酸化炭素濃度の変化、そして海水面の高さの変化を表しています。今、赤くなった部分は、気温が高く、二酸化炭素濃度も高く、海水面が高かった時代、干氷期というのを表しています。これら干氷期は約10万年のサイクルで繰り返し起きていることがわかります。また、気温の変化と二酸化炭素濃度の変化というのは非常によく相関していることもわかります。海水面の変化というのは気温の変化に遅れて起きていることもわかります。我々ホモサピエンスの出現というのは今から20万年前と考えられていますが、最近1万年間というのは干氷期であり、そして気候が温暖で安定していた、そのような環境の下で人類は発展し、様々な文明を築いてきました。今から200年前に起きた産業革命、それ以前の二酸化炭素濃度は 280ppm 以下、であったということが分かっています。それに対して最近200年間の二酸化炭素濃度の変化です。それは過去数十万年間にはなかった急激な上昇だということが分かります。これは1984年から30年間の昭和基地の二酸化炭素濃度の変化のグラフです。一緒に一行に出演してくださった増永さんは、2014年から2015年、このあたりの観測をしてくれました。そして、その後、2016年の6月、平均の値が 400ppm に達しています。南極の空気というのは、北極から赤道をまたいで、ゆっくりと混じり合った、そういう空気なわけです。その空気がこのように二酸化炭素濃度が上昇しているということは地球全体の値が増加しているということがわかります。これは最初にお見せした昭和基地の観測塔から見た北の空の写真です。ここは文明社会から最も遠く、周囲を海に囲まれた南極大陸です。この写真には地球環境の現状を教えてくれる、そんな空気が映っています。南極の空気は地球環境の現状を教えてくれているということです。この写真は野外での氷河の様子です。今、ここに人が歩いてるんですが、このような露岩域は今から2万年前、氷河の底であったことに気づかせてくれた、そんな風景です。今から7年半前、私は昭和基地から南極授業を行いました。このように、今回まとめてみたんですが、南極授業に関わったたくさんの方々にですね、
ご協力いただいたことを、改めて深く、心より感謝いたしております。ありがとうございました。また、様々な動画などをですね、説明していると、なんだか昨日のことのように思うことがいっぱいありました。私もまだ一教師としてですね、伝えていけること、伝えていかなきゃいけないことがあるんだな、ということを強く思いました。この度の長い時間、ご清聴ありがとうございました。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。